はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。マッサです。ステートオブディケイブレイクダウンところで、新たなマップの方ですね。前回、RV1 の方でね、無事脱出を試みて、これでエンディングかなと思ったら違いましたね。第2ステージという形でね、同じマップなんですけど、どん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 難易度が上がっていくそうです。物資の数は減り、ゾンビの体数増え、しかもゾンビは強くなるという形で、本来であればね、RV1 にさっき作ったですね、前回、前々回までいた、村人たちというかね、一緒に戦ってきた人たちをバンに乗して脱出するのが、本来の形らしいんですけどね、私はちょっと RV1 の方にね、誰も乗せることなく、このお姉さんだけですか？リリーさんだけしか連れてこなかったという感じで、現在3人という寂しい状況でございます。なので、とりあえずは、誰かね、こう言いますね、人がね、人口を増やしていこうと思います。そして拠点をね、どっかの町に置きたいと思いますね。こっちの町行ったことないんでね、ここ置いていますか？なんかここでかい建物ありますもんね。大きい建物の方がね、守るの大変ですけども、より多くの人をね、一緒に過ごせると。よいしょ。いやー、やばいですね。拠点陥落したら、このゲームオーバーになるかわからないですけども。ちょっと怖いところでございます。ライトは T かな。あと、車とかね、物資の数も、ステージが進むごとに激減するらしいので、あんまりこう、無理をせずに行きたいと思います。いやー、エンディングかと思ったんですけどね、まさか第2ステージ、第3ステージとどんどん進んでいくとは思わなかったですね。なんで、サバイバルモードということでね、物資を取り尽くしたら次の町へと、行くような感覚らしいですね、本来はね。ちょっと知らずに始めてしまったもんで、大変なことになっております。誰かいるな。よし。ゾンビがいますね。まだいるな。インベスティションの、排除が必要だ。手伝ってくれと。いいっすよ。手伝いますよ。なんぼでも。よいしょ。それいいと。休憩が必要だと。疲れてますね。スタミナ消費がちょっと激しいですね。なんかいいのねえかなと。おお。騒音出す。バッと。ちょっと今ね、手荷物いっぱいなんでやめときましょう。えらい戦ってんな。やばい。バレた。やばい。大量来た。いやー、マジか。これやばいですね。ちょっと人数がすごい。手伝わないと。まだいますね、大型化。インフェステーションを排除しない限り永遠に来るということなんでね、手伝いましょう。案内してくれと。どこだ、インフェステーション。ここか。こっちか。行くよ、みんな。いた。こいつか。やばいやばい。サダッチみたいなもんですね、セブンデイズのね。スクリーマーですね。ゾンビを呼び寄せます。音楽がちょっとかっこいいですね。やばいぞ、このインフェステーション。なんかゾンビだらけですね。どうなってやがる。うわ、やばいんじゃない、これ。手伝うけど。C 連打。ほら。それとりあえずスタミナを抑えつついきたいと思いますね。待ちましょう、回復を。武器がちょっと壊れてると。まずいな。まだいけますね、武器ね。警戒しろ。いるな、スクリーマーがいるな。
クリーマーを倒さない限り終わらない。いた、こいつか。よいしょ、 OK、 インフェステーション完了。でもまだ音楽はやまないね。この Z ムーブがこのゲーム楽しいですね。最終のムーブでね、一発キルができます。いやー危なかった。あ、彼は走っていたってことはもう OK みたいですね。いや、音楽はやみましたね。なんかねえかなと。ピルか。食料ですね、持って帰りましょう。いや、ここちょっとゾンビが多いですね、あたらで。来た、でかいな、なんか。はい、兵か、傭兵か。とりあえずどんどんね、いらないものというか、預けていきましょうかね。OK、持って帰りましょう。もう物資なしと。OK、全部か、ああびっくりした。急に行くのやめてくれ。ねえ、今後ろにいたんでドキッとしましたね。あ、怖い怖い。これまず預けないといけないですね。これできるかな？制限から解放された。OK。いや、ちょっと車でね、詰める量をもうちょっと増やせればいいんですけどね。モッドとか使えばいけるみたいなんですけどもね。なんかこの家探れというメッセージが来てるんで探りましょうか。隠れています。察知されたの実は、あ、なるほど。茂みに隠れてると見つからないようですね。ちょっとゾンビが落ち着くまで様子見ましょうか。あれ、隠密キルいけるかな。なるべく隠密キルしたいんですよね、ゾンビはね。よし、いけたー。よし、いいですね、爽快です。新しい拠点を見つけるっていうことがね、現在のミッションになってますね。あ、来た来た。ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばいやばい、ダメだって。もう危ない危ない。スタミナ消費激しいですね、これ。なんかねえかなと、ステージが進むたびに失望していきます。あ、なんかやばいのいますよ、あそこに。来ちゃう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 。行って、爆破した。なんだ、なんか、ダメージ食らってるぞ。なんだ、なんだ、これは。うわ、結構ダメージ食らいましたね。これか、こいつの毒食らうと、感染ダメージがあるんですね、これ。マジか。かなりダメージ食いましたね。これ置いて、捨てるか。これ2個持って帰りましょうかね。さあ、拠点を探しましょうか。その前ちょっと物資をね、持って帰りましょう。まず、とりあえず拠点の方にね。はい、ちょっと持ち物がいっぱいすぎるんで、ロッカー預けてから、新しい拠点の方をね、見つけに行きたいと思います。いやー、ちょっとね、味方もうちょっと連れてくればね、だいぶ楽だったんですけども、失敗しちゃったのでね。やっぱでかいのいる。持って帰りたくない。はい、ただいまーと。ね、かなりの物資見つけたので、ね、影響力が高まってますね。OK。
this while I was out. My hero. ね、バイヒーロー言われてますけども。いや、かなり物資は集まりましたね。じゃあ早速ね、ちょっと拠点どっか置きに行きましょうか。なんかここもコロニーという形でね、使っていいみたいなんですけども、あえて遠く行きます。なんかここ行ったことないんですよ、ほとんどね。なんかこのでかい建物いただけないかなと考えてるんですけどね。じゃあ行ってみましょうか。連れて行けるかな、エド。ちょっと一緒に行こうかと。助けてくれと。お、喜んで手伝うよと。オッケー、手伝っていただきましたね。先へ進む。さあ、じゃあ拠点、おっと、なんかエド乗れないのか、大丈夫か。なんかあれですね、モンスター、なんだっけ、ポケットモンスターのなんかサトシみたいな感じですね。なんかリアルサトシっていう感じがしないですか、顔が。帽子がですかね。ねえ、ポケモンゲットだぜっていう感じのサトシがね、老けた感じですね。いやー、こんなになるまで頑張ってポケモン捕まえたんですね。お疲れ様です。まさかね、ここでサトシと出会えるとは思わなかったですね。まあ、解明してますけどね、エドとね。まあ、アメリカに馴染むためにね、サトシもエドと名乗り換えたんですね。さあ行きましょう、遠いとこに。お、なんか青い表示のとこもありますね。ミッションか、ここか。やばい、なんかでかいの追っかけ、あ、ワンちゃんか、なんか追っかけられてますね。私なんかワンちゃんいるのか、このゲーム。やべ、車で倒した方が早そう、これ。予定に戻ると。なんかミッションみたいです、これね。エドが、エドっていうか、まあ、サトシがね、私に対するちょっと信用が下がったみたいで、このレ、やばい、なんだあいつ。スパイダーか、あれ。スパイダーゾンビなやつ言いましたね。ね、これで、お互いの信用度が高まったみたいですね。危機が回避されたと。もう一回ちょっとサトシ連れて行きたいんですけどね。一緒に来てくれと。いいやと。いいやってどっちだ、来てくれんのかな、来てくれないんかい。サトシよ、来てくれよ。いいやと。いいやってなんでしょうね。いいやってね、来てくれていいんじゃないですかね。皆さん来てくれないとダメですね。アウトポストかな、これ。壊れたアウトポスト。壊れた車両がアウトポストと。違う、弾薬じゃなくて、製造者にシェルターを提供。新しい戦車のグループについてしていく。そうですね。新しい人見つけましょうか。誰かね。よし。じゃあ、ちょっとアウトポストを作りに行きたいと思います。やばい。ちょっと待って、ちょっと、バグってる。ハンドルがね、曲がっちゃってますね、勝手にね。直った。びっくりしましたね。ハンドルが壊れたかと、ね、思いましたね。勝手に左行きました。じゃあ本来の目的のところですね。このでっかい建物を占拠しようという感じで行きたいと思います。占拠できるかどうかわからないですけどね。